スーツ旅行チャンネルも見ていただきましてありがとうございます。最近ではもう外へ出かけることができないということで、前に撮った動画をですね、ちまちまと出しながら一方ではこのホワイトボードに何か書き込んで皆さんに見ていただくということをやってるんですけども、今回は戦前の航空事情などをちょっと見てみようと思います。戦争する前というのはもう日本国内の移動ではもうほぼもっぱら鉄道と船で行くというのがもうほとんどでしたけども、しかし当時から一応ですね、航空便、空の便というのもありまして、国内線、国際線ともにありました。まず昭和9年の、時刻表を早速皆さんにご覧に入れようと思います。当時から羽田空港を使っておりました。羽田の飛行場ですね、朝の9時30分に出る便がありました。行き先はと言いますと、まあ普通は、ね、もう直行ですよ。もう羽田から出て伊丹行くとか、羽田から鹿児島とか、途中どこも寄り道したりしないんですが、当時は飛行機の便がもう1日に1便とか2便とかそのぐらいしかありませんでしたので、まずですね、9時半に羽田を発った飛行機が、最初に降りますのが名古屋です。どんぐらいかかったと思います?名古屋まで。今だったら名古屋まで、50分、40分、そんぐらいで、ね、着くかなと思うんですけど、11時20分に名古屋に到着。で、10分の、停泊時間というのが、ありまして、11時30分にまた出発します。で、次は大阪ですね、大阪。大阪、これはね、木津川飛行場っていうのがあったらしいんですけども、今の、まあ、大阪南港、九州方面からやってくるフェリーとかに乗るところ、それから、まあ、大阪南港と、新今宮、だいたいその間ぐらいの中間地点である新今宮から歩いて30分ぐらい行くと昔飛行場があったのが行けるらしいんですけども、そこに木津川飛行場っていうのがありまして、12時20分の到着です。これよくまず見てもらったらわかるんですけど、1時間50分で、いや、失礼、2時間50分で着くということで、新幹線より遅いんですね。今の新幹線より遅い。まあ、当時の飛行機は、多分なんですけど、DC-2 というやつを使ってたんじゃないかなと思うんですが、こう横向きのこうブーンとしてこう飛んでくるようなやつですけども、最高速度が、まあ、だいたい260キロとか300キロとか、まあ、それぐらいだったそうでして、まあ、最高速度300何十キロが出たのかな。でも、だいたい当時の飛行機ってのは、200何十キロとか、それぐらいでね、ブンブン飛んでたそうですね。だから、まあ、スピードも新幹線とそんな変わらないし、まあ、直線距離で行くからね、今の東海道新幹線よりはまっすぐ、すぐ行ったのかなと思うんですけども、まあ、途中名古屋に寄るということもあって、時間をロスするわけですね。で、大阪止まりではありません。さらにですね、大阪でまた40分止まるようですね、13時に、出発しまして、次の目的地は福岡です。福岡。福岡到着が16時。で、これで、ね、福岡で全部終わりだと思うじゃないですか。まだまだまだね、先があるんですよ。さて、じゃあ次の目的地はどこでしょう。まあその前に福岡には結構泊まりまして、4時間40分泊まったようです。で、ここから先、また次の、目的地。ちなみに福岡も当時は福岡空港ではなく、別のところに、もう今使ってない飛行場も、大阪も福岡も飛行場は使ってませんが、そこでなんかこうやってたらしいんですけども、4時間40分泊まって、次はですね、これ国内線ですよ。ウルサン。ウルサンっていうのは、プサンのちょっと東にある、韓国の街で、そこから、ソウルまで1時間に1本ぐらい飛行機が出てるところだから、まあ、結構ね、主要なところらしいんですけども、韓国、まあ、当時はですね、朝鮮ですけど、まあ、日本の、領有下にありましたんで、日本統治下でしたんで、ウルサンの到着時刻が、22時30分。で、こう、島を越えていくわけですよ。で、また、10分で、多分これね、ちょっと昔の時刻表って何でか知らないけど、午前午後がね、見ただけではわからないんですよ。だから多分午前午後がこれで合ってると思う。東京夜出発ってんじゃないと思うんですけど、で、次がですね、京城。京城とは今のソウルのことですね。当時日本では京城府というふうに呼んでましたんで、まあ、要はソウルに着くのが、0時40分。もう翌日ですよ。0時40分に着いて、で、出発がまた10分で出るそうですね。0時50分。で、次、まだまだ行きます。次は平壌です。平壌も当時はもちろん、今は北朝鮮ですけども、当時は日本でしたんで、平壌が、2時。2時ね。こうやって見ると近いですね。ソウルから平壌1時間で行けちゃうんだ。まあそんな離れてませんからね。ソウルって結構韓国でも北の方なんで。で、平壌もまた10分で出発して、次は新義州というところです。新義州っていうのはね、私はあんまりよく知らなかったんですけど、平壌と、あ、間違えた、北朝鮮と中国との、国境の地らしいですね。新義州。こういうところらしいんですが、これが3時10分。
で、また、10分の停泊をしまして、これ本当にこの時間だったのか、ちょっとね、なんとも言えない。そうじゃなくて、もしかしたらこれ福岡で、16時に着いた後、翌朝の8時40分に出てたのかもしれない。ちょっとこんな夜間便ってことはないだろうからな。これちょっと確認が取れなかったんですけど、一応、どっちかって言ったらこんな夜になるとは思えないんで、丸よってことにしますか。8時40分。ウルさんが、10時半なんかこっちの方がありそうですよね。ちょっとわかんないんですけど、形状が12時40分の、12時50分で、で、平壌が14時で、新義州が15時、なんかこっちの方がありそうですよね。時刻表見てもよくわからないんですよ。最終目的地はですね、当時日本の、あれですね、日露戦争の後、ずっと租借権をもらってたわけですね。で、やってますね。16時だったのかな、大連まで、行っていたそうです。これ多分国内線という扱いだと思うんですけどね。いや、こういう国内線だったら乗ってみたかったなって、ね、正直思いますが、別に韓国の皆さんに対して、ね、別に今の日本は韓国のままが、韓国は日本のままが良かったというわけじゃないですけど、こういうなんか長距離国内線っていうのがあったら、やっぱ乗り物好きとして乗ってみたいなとすごく思いますね。途中こういうポン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 こう寄っていくので、まあやっぱ注目すべきはこの福岡だと思うんですけど、福岡に、夕方の4時に着いて、その晩の20時40分に出たのか、翌朝の8時40分に出たのか、ちょっとこれはわからないんですが、ともかく福岡の泊まってる時間だけ妙に長いと。これはですね、当時、満州とか、それから、韓国、韓国じゃない、朝鮮とかね、中国とか、そういうところへこう飛行機を飛ばすにあたりまして、満州ですけども、福岡が地理的に近いんで、ここはやっぱこうすごい長距離の直行便でボーンと飛んでいくっていうのはあんまり当時しないわけですよ。そうすると日本の国際線の空の玄関っていうのが、これ一応国内線の扱いだけども、空の玄関がこう福岡だったらしいと。なんで羽田よりもね、結構、外国、今の、本土の外へ行くのであれば、福岡でこうなんか乗っていくということも多かったようです。で、これが、昭和9年の、時刻表でございます。で、じゃあこれがですね、運賃はいくらしたのかってことなんですが、東京大阪間の運賃がね、ありましたよ。これで、30円って言われてもね、わかんないでしょ。全然わからない。で、私もわからないんで、調べました。ちなみにこの時刻表をですね、ネットに貼り付けてたのは、北斗の気まぐれ散歩さんってブログがありまして、そこに、日本航空輸送の、時刻表の写真掲載してくれてたんですけども、この、ですね、30円というのは、戦前日本のアンティーク銀器、送信具高級磁器さんというアメーバブログのところで、昔の文献とかを参考にするには、おそらくかける2500すれば、大体今の金額になるだろうということで、約東京大阪間が7万5000円ということです。これはね、7万5000円っていうのは、意外と安いなと思いましたけどね。なんか昔の飛行機なんてもう乗れる人はもう超もう上流階級の人たちだけですから、この7万5000円で乗れちゃうのかと思うんですけど、つまり昔の人たちは7万5000円を出せるような人たちが本当にごく限られていた人で、昔の日本がもっと全体的に貧しかったですからね。7万5000円というものがそもそも持ってる人がいっぱいなかったということでもあると思います。で、これがですね、じゃあ東京大阪間の競合するもの、他にいろいろあるわけですけども、例えばね、当時の国鉄の、特急ツバメ号、国鉄というか鉄道省の、特急ですよ。もう最上位、一番早いやつ。それが、東京はね、9時発でした。これ、一応ちょっとここにツバメって書いてみます。ちょっと書き順が違った気がするけど、ツバメ号、ツバメ号が、東京9時に出まして、で、名古屋がですね、遅れることなく行きますと、14時29分、14時、ごめんなさい、22分だ。大阪にはちょうど8時間後だったな、17時ということですね。東京朝の9時に出ると大阪に5時に着くんですけども、これでこう見比べると、ちなみに運賃ですが、一等運賃で行くと、24円だそうでした。ツバメ号で行くとね。で、当時の一等運賃というのは、大体、なんですか、最上位のグランクラスっていうのかな、今の JR とかで言えばね。でもグランクラスよりもっともっともっともう庶民の乗るようなものではなくて、もう乗るとなんか芸能人、文化人みたいな人とか、政治家とか、なんかこう会社の役員とか、そういう人たちばっかりが乗っているというものであったようなんですけど、飛行機と比べる、このツバメ号っていうのは、これ一等で24円なんですが、3等車までありまして、今の普通車ですね。普通車で行くと8円なんですね。あそこまで。大阪まで。だから、
一番安いあの8円と比較するってこともあるのかもしれないけど、まあ、普通に考えたらあの飛行機に乗るかそれとも、特急ツバメで行くかっていうのを検討するような人だったら、まあ、飛行機の利用があの選択肢に入るぐらいの人であれば当然一等になっていくと思いますんで、まあ、特急の一等が24円に対して、飛行機は30円と、まあそんなに変わらないのかなという気がしますね。24円だったらば要するに、10分の8ですかというわけですから、まあ大体6万円ぐらいですかね、特急ツバメで大阪まで行くと。まあ今よりは高いかなっていう感じで、これ所要時間なんですけども、羽田空港9時半に出て、大阪の木津川飛行場に12時20分に着くということなんですが、まあ、これね、当時の時刻表によりますと、営業所でこの、日本航空輸送という会社の営業所から、羽田空港までと、それから到着した飛行場からそれぞれの町の営業所までの間で無料の連絡 の自動車がありまして、その自動車に乗って空港まで送ってもらえるということで、それはただなんですが、それがですね、東京はどうも、あの今の多分港区とかそこら辺なのかな、まあ、芝区、東京都芝区っていうところにやったらしいんですけど、当時東京府か、東京府、東京市、芝区で、その芝区っていうのはあの多分新橋のね、その周辺っぽいですね。新橋に営業所があって、そこからタクシーに乗って、羽田区、あ、タクシーっていうか、まあ、そう車に乗って、羽田まで送ってもらうと。で、大阪に着いたらまたそこからなんだ、その河口のところから車の新間宮よりちょっと行ったあたり、大正区だそうですけど、そこからタクシーかなんか乗せてもらって、で、到着する営業所が、まあ、なんか大阪駅のちょっと南側ぐらいだったらしいですね。そう考えるとそんなに特急ツバメで行ってもあの不便はなかったのかなという気がします。まあ、多分なんですが、自動車とそれから空港での手続きというのを考えますと、多分新橋がね、これが新橋が、8時ぐらいなんじゃないかなと思うんですね、着くべき時間が。で、大阪に12時20分に着いて、そこから即車で送ってもらったとしても、多分、まあ、梅田とかそこら辺まで行くのが、多分13時とかだと思うんですよね、多分早く行っても。まあ、もうちょっとかかるかな、40分で当時の車で行けるのかどうか分かりませんが、と、こうなってることを考えますと、まあ、新橋、梅田間が5時間でしょ。で、特急ツバメで行くと、乗り換えなしで、8時間ですから、まあそんなに 3時間下がるっちゃ3時間下がるんで、あの急いで行きたい人は飛行機の方がいいっちゃいいでしょうけど、めんどくさいですよね、あの朝 あのまあ早い時間に新橋まで行って、で新橋から車に乗って羽田行って、飛行機の手続きして、飛行機に乗って大阪着いた後また車乗ってみたいな、こうやることが5個も6個もあると。に対して、まあ東京駅まで行って、ツバメ号に乗って、でなんかこうガターッと行ってれば、あの大阪に5時に着くわけですから、よほど忙しい人でなければということですね。まあ一方で飛行機だったらば、多分これ帰り便もね、あのだんだん便数が増えてきまして、週に16本の運行があったらしいんですけど、あの12本かな、そのぐらいあったらしいんですけど、うまくすりゃ日帰り出張できたら、いや無理でしょうね、多分このダイヤだったら、あの日帰り出張はね多分できないと思うんですけど、まあそんな感じですかね。で、これが、まあ、とりあえず他にお話しすべきこととしては、あとね、航空券なんですけど、これが発売が、あの搭乗の1週間前から発売らしいんですけど、結構近いですね。最近の航空券なんかね、あの ANA スーパーバリュー75とか言って、なんか75日前から発売みたいな、すごいあの安いやつが、JAL の先得とかもね、極端に早い時期から航空券買うと安くなるみたいなやってますけど、まあそういう割引とかもないと思うんで、あのそれにまたあの早くから航空券発売することもないということで、今と全く違う。社内ではあの機内か、エアガールという人がこう乗ってきましたよ、ご搭乗ありがとうございますって言ってですね、あの一列掛けですよ、もう座席がね、割と大きな座席にかけている、もうすごい、すごい人たちに、空の上でお茶をお入れいたしましたと、ここサービスをするということをまあやってたんだろうなと思われます。まあでも時間かかりますよね、やっぱり途中こういちいちこう一個一個寄るっていうのはまたね、直行で行ってくれればもっと早いんでしょうけれど、福岡まで東京羽田を9時半に出て、何時間かかるのこれ、16だから、まあ6時間半ですか、ちょっとかかりすぎてる、まずね、まあしょうがないんですけど、でちなみに、満州国とかそういうのをあの建国するようになってから、これからもう少し後だったかと思うんですけども、その頃になりますと、新疆、今の長春でしたっけ、新疆ってだったと思うんですけど、とかそこら辺までね、あの直行便が飛んだりとかするようになってるようですが、満州国の首都とされたところまでね、まあ、ほとんどのところに承認されなかったんで、首都と言っていいのかどうか分かりませんが、じゃあ一旦消します。まあ飛行機で、大阪に行くんだったら飛行機で行くのと、それからツバメで行くのとどっちがいいですか？私だったら、ツバメの方がいいかな。
まあ空を飛ぶってのは当時では珍しい経験だから乗ってみたいと思うってことはあると思うんですけど、めんどくさいですよね、ちょっと新橋からこう乗り換えたりとかしていくの。それだったら座ってるだけの方がいいよな、ちょっと時間かかっても。じゃあ次、まあ他にもですねありますが、今紹介したのは日本航空輸送というやつでして、まあ他にあった路線を紹介しますと、なんか日本で初めての航空路線がですね、大阪、まあ、さっきの木津川の、大阪湾に出るところの、飛行場から飛んでですね、大阪発徳島行きというのがあったそうです。近いと思いますね。びっくりするぐらい近いけど、まあ、今大阪から徳島行くっつったら、あの多分バスに乗って3000円とかでブーンと行くんだと思いますが、明石号橋のところ渡ってね、まあ、あの当時は、まあ、船に乗っていくわけですよね、当然。でどっから行くのが早かったんでしょうね。多分大阪から南下して、今の南海電鉄とか運行して和歌山港からあの船で行ったのかなと思うんですけど、まあ今ほどね船も早くありませんので、あの距離が近い割には大阪徳島間では時間がかかるということでして、あのこれが日本で初めてだったらしいです。ちょっとね時刻表とかないんですけど、でそれから、まあ、他にも大阪から、高松、で松山とかですね、まあ、今もこういう便がありますけどね、あの松山と福岡、あこの松山ってあれですよ、あの日本の松山ね、当時台湾もあの日本領でしたから、あの一応間違いないように言っとかないととか、まあ、こういう便がね、あったそうでございます。福岡、松山福岡間の航空便は結構便利だなと、私今まで一度も乗ったことないですけど、で、まあ、それからですね、あのこういう、まあ、いろいろ民間の航空会社があの運航している、航空便があったんですけども、まあ、残念ながらと言いますか、まあ、それがその後あの戦争の体制に入っていくにあたりまして、全部民間の会社があの解散してですね、一つの大日本航空という会社に統合されたらしいんですが、まあ、大日本航空になってから、また国際線の、幅がかなり広がりました。もう国策会社ということでね、南洋線というのがあったんですよ。これ結構有名らしいんですが、大日本航空の南洋線路線名があったんですね。これはですね、横浜飛行場というところから出ると、今どこにあったのかというと根岸線に乗ってると、あの石油とかにあの施設が見えますが、あそこら辺にあったようですね。横浜はですね、朝の5時半に出発で、目的地がサイパンですね。サイパンは、15時30分の到着で、翌朝の7時に出発して日本の移民統治領です、パラオ。なんか日本人のね4人に3人があの現地に住んでる人間の4人に3人がなんか日本人だったらしいんですけど、パラオに着くのが、まあ、2時と書いてありますが、多分14時に行くというやつでして、これはね、ガミさんがあの出演されている乗り物ニュースさんの、記事を参考にしたんですが、パラオまでがですね、375円ということでしたが、これは多分当時の物価にすると多分ですが、まあ、約100万円ぐらいということですね、というすごいです。でこれは、97式の飛行艇というものがありまして、これはあの海軍がもともと爆撃かなんかするのに使う、まあ、飛行艇っていうのは要するにこう海の上にこう浮かんでるプカプカっていうところからこう自分でブーンと行けるんで、あの滑走路とか整備しなくても行けると今でも自衛隊とかねバンバン使ってるらしいんですけども、そういう飛行艇というもので、やっていたそうです。でそれはあの海軍からね、こう借りてきたのをこう形をあの民間人輸送用に変えていたという話です。パラオまで100万円ってすごいですね。サイパンまでだと多分60、70万ぐらいなのかな。で、まあ、パラオまで2日、月に2往復だか、そのぐらい運行がされていたらしい。でそれからは時刻表を残念ながら確認できなかったんですけども、それから他に南方への路線としてですね、こんなのがありました。東京で、次に結構行きますね、直行で福岡、まあ、日本の言いました空の玄関で、そこからさらにですね、台北もまた当時はね、日本の、一番南西部っていうべきですが、そこをあの抑えなところですよ。でさらに、関東って書いてました、まあ、今の広州だと思うんですけど、こういうふうに時刻表には書いてあった、そして、ベトナムですね、ハノイで、最後、バンコク。タイが日本のね、最後のなんですか、満州国承認の決議の時も、
日本にさすがにちょっとそっぽ向くこともできんということで、投票の時反対じゃなくて棄権してくれたそうです。そんな日本と昔から関係の深かったタイのところまで、こういうふうにこう、航空便が飛んでいたそうです。多分3日ぐらいかかったんじゃないかと思いますけど、相当お金もかかったと思うんですが、でこれはバンコクからですね、さらに接続便が乗り換えることによって飛行機でヨーロッパまで行くということもできたようです。ただ相当時間かかったみたいですね。シベリア鉄道の半分ぐらいの所要時間で行けたみたいですけど、でもシベリア鉄道の半分はかかったみたいなんで、相当昔の飛行機の旅ってのは今ほど簡単じゃなかったんだなと。こう途中寄りながらじゃないと補給とかまでできないし大変なんでしょうね。時間もかかりすぎますからね。多分夜はあんま飛べないんだろうな見た感じ、ということでした。じゃあこんな感じで昔の飛行機の様子を私簡単に調べたんですけど、ちょっと間違ってたらすみません。ネット上にあるやつをこういろいろ見てみまして、本当はもうちょっとね本とかちゃんと調べた方がいいだろうなと思ったんですが、ちょっとその本とかを手に入れることも難しいので、今回はこのようにさせていただきました。じゃあ、ここまで終わりにさせていきます。どうもありがとうございました。